ちゃけ俺も無敵の予備軍なわけですよ。超どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、川崎市登戸で起きました殺傷事件について私なりの思っていることをお話ししたいと思います。まあ久々にね、ちょっと時事ネタについてね、最近ちょっとダイエットとね、あの禁煙の動画しか上げてなかったので、久しぶりに時事ネタで、まあちょっと気になる事件として、まあ先日ね、川崎の登戸で起こりました、まあ、殺傷事件、まあまたむごいことにね、その父兄と、まあ、その子供じゃないかもしれないけど、子供が亡くなったという事件ありましたけどもね、まあ、あれについてね、ちょっとね、要は無敵の人っていうね、多分ひろゆきが作った言葉なの、2チャンネル の、 あの創業者ひろゆきが作ったスラングなんかな、もう無敵の人、犯人についてね、無敵の人っつって、結局まあ、簡単に言うと、まあ何も失うものがない人間はやばいと。でそういう何も失うものがないやばい人間を、まあ、無敵の人って揶揄してるという表現なんだけど、まあ、はっきり言ってぶっちゃけ俺も無敵の人予備軍なわけですよ。超予備軍ね。無敵の人超予備軍。要はさ、家族もいないし、何、別に恵まれた何お金を得てるわけでもないし、人生に希望があるわけでもないみたいな、そういう人が無敵の人っていう、こう揶揄されるんだけど、間違いなく俺はその予備軍ね、深刻な予備軍だ、そういう意味では。うち今糖尿病の、ね、糖尿病の予備軍として治療してるけどさ、おそらく糖尿病よりも確実に無敵の人予備軍なんですよ、私は。ってなった時に、やっぱり人事じゃないですよね、ああいう風な事件っていうのは、ああいう風な人間が起こす事件っていうのは人事じゃない。まああの何、今回捕まった犯人に関してはもう中学生ぐらいの頃からやばかったっていう話もあるから、中学生とか小学生ぐらいの時からやばかったっていう報道もあるから何とも言えないけども、まあやっぱり大人になってから来るっていうことはいくらでもあるわけ。大人になってからっていうか、年取ってからね、例えば俺は今32で、まあ、実家暮らしですよ、ぶっちゃけた話はね。でもこれで俺が親が亡くなってさ、完全に一人になった時に、やっぱね、壊れる可能性はめちゃめちゃにあると思うんですよね。めちゃめちゃにある、高い。やっぱりね、一人っていうのはね、孤独ね、孤独って意味の一人はね、壊れる率は圧倒的に高くなると思うんだよね、人間が、それはやっぱりひしひしと感じててさ、ってなった時にやっぱり俺も決して他人事ではないんだよね、ああいう無敵の人絡みの事件。まあ10年前のやっぱ秋葉原の殺傷とかあったじゃない、あれなんかもまあ間違いなくその無敵の人に該当するやつだった、死刑囚、名前忘れちゃったけど、そう、まあでも決して遠くないんだよね、俺からすると。やっぱりああいうニュースってこう何年かに1回起こるけどさ、ニュースっていうか事件か、ごめん、起こるけど、やっぱり俺からすると決して遠い世界の出来事ではなくて、本当に自分が あいつになっててもおかしくないなってのはやっぱまさに思うわけよね。っていうことで、まあ怖いって言えばそれまでなんだけど、まあ対策をね、やっぱり立ててもらわないといけないわけですよ。っていうことで俺が思うのは、やっぱりあのね、要は今回の事件でも言われたことは、勝手に死ねよっていう論調があるじゃない、一人で死ねよと、どうせ死ぬんだったらっていう話だけど、でそれに対してなんか異を唱えてるやついたけど、俺はもうその通りだと思う、勝手に死ねよって話じゃん。ところがさ、勝手に死ねないんだよね、勝手に死ねないからああいうことを起こすわけだから、やっぱりね、安楽死場なんだよな俺の結論としては。
ああいう風にさ、こう狂った人間が、まあもちろんね、狂ったでも多分ね、狂った人間つってもさ、やっぱり自分で死ねない、一人でなんか死にたくないとか死ねないとかいう思いがああいう事件を起こすわけだから、勝手に死ねよって言ったところでやっぱ勝手に死なないわけですよね、今後ああいうことを起こすやつらも。じゃあどうするかって言ったら、やっぱり勝手に一人で死ねるような環境を作ってやるべきなんだ、国が。でこの国は本当に、まあ、この国はというか世界中そうなんだけど、本当に無理やり生かすことだけ考えるわけよ。無駄な医療を施してさ、延命延命で平均寿命が何歳超えたとか言ってるけど、あんなもん何の価値があるのって話だから、生きることじゃなくてやっぱり死ぬことに対してもちゃんとこう権利を俺は与えるべきだと思って、でまさにああいう事件でさ、一番かわいそうなのは言うまでもなく被害者じゃないですか。あの子供もそうだし、あの、外務省勤務のあのね、亡くなった方もそうだけども、じゃあああいう人たちをなくすためにはどうしたらいいかって言ったら、その人勝手に死ねよっていうね、言われるねことが実現できる環境を作るべき、あ、作るのがまあ先かなと思うわけ。その時にやっぱり俺は安楽死場ってのは絶対にありだと思うんだよね。安楽死できる設備があるのはもう、いや俺疲れたから死のって思うわけよね。その時にだから今そういうのないから、じゃあもういやもう最後なんか死ぬ前に人暴れしてやろうかぐらいにさ思うっていうのは絶対あるんだよね、ああいう人間の思想として。そう、あとよくあの死刑になるの怖かったみたいな、あんじゃん、あ、死刑なのじゃない、自分で死ぬの怖くて死刑になりたかったみたいなさ、ああいう犯罪者を減らすためにはやっぱり死ねる場所を作るしかないんだよと俺は思うわけだからね、本当にね頑張って、これはねもう別に安楽死場そこ行ったら、もうもちろんね、その簡単にすぐに死ねるようにしちゃダメだけど、ある程度こう何あの面接みたいなとか繰り返しつつ、あの俺はもう死ぬしかないねっていう結論になったら、ちゃんと殺してくれるようなさ安楽死場俺は作ってもらいたいなっていうのが私の思いですね、はい、私の、今後における対策になると思います。今後におけるね、私はああいう事件というか、ああいう人間を出さないための、対策としてはやっぱりああいう安楽死場的なのを作って、一人で死にやすい場所を作る。でも本当にああいう事件の共通項じゃないですけど、あの動機として多いじゃないですか、死刑になりたかったとか死にたかったとか。だから あいつは知らないですよ、死んじゃったって。今回の事件に関しては死んじゃったんでね、でも、まあ、死ぬ覚悟はあったわけじゃないですか、きっと。だからそういう人間がちゃんと勝手に死ねるような環境づくりをね、俺は作ってほしいなと思います。無敵の人予備軍からの意見としてね。で俺ももし狂った時にはちゃんとそういう施設に行って一人で死にたい。そう、迷惑かけあんなことを起こしたりとかしないためにも、そういう施設があったらやっぱり、やっぱこう心の余裕を生み出すよね絶対、ああいう施設って。ああいう施設っていうか、ごめん、そういう施設があったらね、ああいう施設ってないからねまだ、そういう施設があったらもういざとあそこ行きゃいいやっていう意味で、こうなんだろう、 それこそ無敵の人予備軍たちも、予備軍っていうか無敵の人たちもさ、予備軍か、予備軍もがんもしかしたらそこからね頑張れるかもしれないんでね、というふうに思います。はい、もうね、まあ、早急に本当にもう無駄に寿命を延ばすね、延命延命のすることだけ、生きることだけが全てみたいな、今の世の中は本当に腐ってると思うんで、俺はそういうああいうやばい人間が他の人間ね、ちゃんと生きたいと思ってる人間に迷惑をかけないためにも安楽死場を作るべきかなと、無敵の人予備軍としては思います。はい、というわけで最後までご清聴ありがとうございました。もし今回の話いいなと思えば、高評価ボタン、ナビ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。